E-2C ホークアイ機警戒機とは、レーダーを装備し、敵、味方の航空機等の空中目標を探知、警戒する航空機のこと。空飛ぶレーダーのほか、エアボーン、アーリー、ウォーニングの頭文字からへとも呼ばれる。A ワックスと同様の任務に付けられるが、その区分は明瞭ではなく、一般的には、乗員が多く、完成処理能力がより高いものが A ワックスと呼ばれる。 早期警戒機は上空から監視を行うため特に地上や関西のレーダーでは水平線の影になり探知不能となる低空飛行の目標について遠距離から発見することに優れている。また敵地に進行する場合など地上のレーダーの支援が受けられない時でも移動し空中からそれを補うことができるなどの利点がある。E-1 トレーサー機体の特徴として 監視用大型レーダーを搭載しており、PB-1W や EC-121 では、コブ状のレドーム、E-1 や E-2 では、円盤状のレドームを用い、全周監視を行えるようになっている。早期警戒機は、第二次世界大戦中に、艦船のレーダーで、探知できない低空からの日本軍の特攻機の侵入を許した対策のために、 アメリカ海軍が開発を開始している。最初の早期警戒機である TBM-3W は艦上攻撃機を改め設計した機体であり、1944年に初飛行した。TBM-3W は純然たる絵であり、レーダー操作要員1名が登場していたが、完成作業はレーダー画像を転送した先の艦隊の指令室にて、 行う仕組みであった。変わった使い方としては、航空機や軽飛行機を用いた麻薬密輸に対する監視活動がある。これは不法な離着陸地点の多い、アメリカ大陸独特の任務で、レーダーによって麻薬密輸が疑われる航空機を捕捉し、地上及び艦艇に通報するものである。アメリカ沿岸警備隊や国土安全保障省。 税関などが専用の早期警戒機を保有する。使われる早期警戒機としては C-130、P-3 など、中高型輸送、哨戒機に E-2 ホークアイのレーダーを搭載した廉価な改造機が使用されている。アメリカと広範囲に国境を接しているメキシコは、対米麻薬密輸の重要な中継地点と言われており、同様に国土が広く不法滑走路が、 構築可能なことから、イスラエル空軍からメキシコ海軍に引き渡された E-2 はこの任務に重点を置いている。早期警戒ヘリコプターという概念はすでに1950年代末には存在しており、アメリカ海軍が艦隊防衛用に HR2S-1W を開発している。しかしこの機体は、ローターの振動によるレーダーへの影響が排除できず、また、 固定翼機に比べると対空時間などの性能で劣るという理由で不採用になってしまった。シーキング S 早期警戒ヘリコプターが見直されたのは1982年のフォークランド紛争がきっかけであった。イギリス海軍は1970年代後半から従来の正規空母に代わってヘリコプターとストブルキハリアを運用する軽空母の運用を開始していたが、これによって 正規空母で運用していた早期警戒機ガネットが運用できなくなったため、本紛争においてアルゼンチン空軍機の低空攻撃を許した。この教訓から急遽対戦ヘリコプターであるシーキングを早期警戒機に改造する運びとなり、クタール固定翼機を運用できない軽空母で運用できる唯一の早期警戒機としてイギリス以外にも採用された。2021年現在、 イギリスでは、後継として、マーリンを早期警戒機に回収する、クローズネスト計画を進めている。また、インドには、ティルトローター機の V-22 オスプレイを早期警戒機に回収する、e、EV-22 が提案されている。アメリカ合衆国イギリスイタリアイラン中国ソビエト、連邦、ロシア ABCD、現代軍用機入門、軍用機知識の基礎から応用まで、 イカロス出版、2005年、P118 から125。ISBN 9兆7848億7149万6407。AB、エアボーガーリーウォーニング。グローブルセクユリティ、2017年11月23日、閲覧。航空ファンイラストレーデットノー73。第二次大戦毎回軍機全集分林道。1993年。 P83 中国空母部隊強化を加速随反艦や搭載機新型次々読売新聞長官2017年10月14日ありがとうございます